アトランティックコーストライン鉄道。アトランティックコーストライン鉄道は、1898年から1967年7月1日にかけてアメリカ合衆国に存在した鉄道運営組織である。1967年に競合相手であったシーボードエアライン鉄道と合併し、シーボードコーストライン鉄道となった。本社は1961年までは、 ノースカロライナ州ウィルミントン以降はフロリダ州ジャクソンビルにあった。その後も合併を繰り返し、現在は CSX トランスポーテーションの一部となっており、その本社はジャクソンビルのままである。ACL は1889年5月29日にバージニア州リッチモンドからノーォーク、またジョージア州オーガスタまでの鉄道の持ち株会社として設立された。 感染を形成した元々の鉄道と開業区間は下記の通りである。1835年、ウィルミントンローリー鉄道の建設認可が下り、1840年にウィルミントンからその北方のウェルドンまで開通した。ウェルドンではバージニア州ピーターズバーグに至るピーターズバーグ鉄道に接続した。ピーターズバーグ鉄道は1855年に ウィルミントンウェルドン鉄道と解消した。1846年、ウィルミントンマンチェスター鉄道の建設認可が下り、1853年にウィルミントンから西へ向かい、サウスカロライナ州カムデンクロッシングに至る路線が開業した。カムデンクロッシングは、サウスカロライナ鉄道のカムデンに至る支線にある、南北戦争の後、 ウィルミントンコロンビアオーガスタ鉄道へと再編され、1873年からコロンビアへの路線が開業した。しかし、オーガスタへは到達しなかった。1872年、ウィルミントンコロンビアオーガスタ鉄道は、ウィルミントンウェルドン鉄道をリースし、ウィルミントンまでの直通を開始した。それは、アトランティックコーストラインという名称で宣言された。 このリース契約は、ウィルミントン・コロンビアオーガスタ鉄道の破綻により1878年に終了し、同鉄道は翌年売却され、1880年、同じ名称で再建された。ウィルミントンウェルドン鉄道は、長年にわたり、いくつもの鉄道を吸収してきた。突起すべきものとして、ウィルソンファイエットビル鉄道がある。この鉄道は、 ウィルソン付近からファイエットビルを通って、ウィルミントンコロンビアオーガスタ鉄道のサウスカロライナ州 PD までを短絡するもので、サウスカロライナ州においてはフローレンス鉄道として建設認可が下りていたものであった。1851年、ノースイースタン鉄道の建設認可が下り、1856年に開業した。この鉄道はチャールストンから北上し、 フローレンスに至るもので、ウィルミントンマンチェスター鉄道に接した。また、セントラル鉄道が、この路線のレーンから北西のサムターに向かい、ウィルミントンコロンビアオーガスタ鉄道に接続する路線を1882年に開業した建設認可は1881年。同鉄道は、開業時より接続する2つの鉄道にリースされていた。 1898年7月18日、その2つの鉄道を中心に、いくつかの鉄道が合併し、アトランティックコーストラインレールロード・オブ・サウス、カロライナが設立された。セントラル鉄道は合併されず、リースのままであった。チャールストン・サムターノーザン鉄道も、この合併に含まれるが、チャールストンからサムターを通って、ノースカロライナ州に至る幹線の建設計画は、 失敗した。同鉄道は1892年に倒産し、さらにサンティ川の橋が消失してしまった。1895年、ACL は同鉄道を買収、チャールストンノーザン鉄道に再編し、競合する鉄道に同鉄道の路線を使用されるのを防いだ。短距離の路線であるウィルソンサマートン鉄道は、サムターの南側の路線を得る一方、 M&A は焼け落ちた橋から切り離された南端部とサムターから北東のダーリントンへの部分を得た。チローダーリントン鉄道は残る部分、すなわちダーリントンからノースカロライナ州ギブソンまでの区間を得た。ウィルソンサマートン鉄道以外は全て1898年に ACL の一部となった。ウィルソンサマートン鉄道は翌年ノースウェスタン鉄道へと解消し、 ACL の援助を受けつつ、サムターからカムデンへの建設を進め、1901年に開業した。1899年8月、ACL は前年にルイビルナッシュビル鉄道がその株式を100%を保有していたジョージア鉄道銀行の株の半数を取得。これにより、ACL はかつて M&A とジョージア鉄道だった部分の路線を使用して、 ジョージア州アトランタ、メーコンへと接続した。1899年までに ACL はまた、チャールストンウェスタン、カロライナ鉄道を取得した。この鉄道は、サウスカロライナ州南端のポートロイヤルから北西に、向かい、アンダーソン、グリーンビル、スパルタンバーグを終点とする鉄道であった。ピーターズバーグから南下して、ノースカロライナ州、 ゲイリーズバーグとを結ぶピーターズバーグ鉄道は1830年に建設認可1833年に開業した。ゲイリーズバーグからはシーボードロアノーク鉄道を経由してウェルドンへと列車を運行していた。ピーターズバーグから北のリッチモンドへと向かうリッチモンドピーターズバーグ鉄道は1836年に建設認可。 1838年に開業した。1898年3月、リッチモンドピーターズバーグ鉄道は、ピーターズバーグ鉄道を吸収し、11月21日に、アトランティックコーストラインレールロード・オブ・バージニアと、解消した。ノーォークカロライナ鉄道は、1887年に、ジョアンサザン鉄道として、 建設認可されたものを1889年に解消し、翌1890年に開業した。区間は、ウィルミントンウェルドン鉄道のノースカロライナ州、ターボロに向かう支線から北東に向かい、ハンプトンローズのピナーズポイントまでであった。かの地では、フロリダ州西岸の開発者、ヘンリー B ・プラントが設立した鉄道と蒸気船のネットワークであるプラントシステムがあった。 1899年にプラントが死去し、1902年には ACL がプラントシステムを買収した。元々の路線はサバンナフロリダウェスタン鉄道であり、ジョージア州南部を通っていた。1900年4月21日、サウスカロライナとバージニアの会社を統合し、アトランティックコーストライン鉄道は設立された。1902年、ACL は プラントシステムを買収。路線網は、サウスカロライナ州チャールストンから、ジョージア州サバンナを通り、同州ウェイクロスに至り、また同所から、同州オールバニーを経て、アラバマ州モンゴメリーに至る支線、そしてフロリダ半島の路線であった。1904年7月28日、ジャクソンビルサウスウェスタン鉄道を買収した。同鉄道は、ジャクソンビルから、 南西のニューベリーに向かう鉄道であった。その頃 ACL は、プラントシステムの二つの路線を結び、ゲーンズビル周辺をショートカットして、フロリダ西岸に至るための路線、すなわち、フロリダ州ハイスプリングスから南下し、ジュリエッタに至る路線の建設を開始した。1902年11月1日、ルイビルナッシュビル鉄道を買収。しかし、 運営は統合せず、それぞれ独立して行われた。1903年、ジョージア州クライマックス、アムスターダム間が開業した。1912年7月1日、ACL は、コンウェイコーストウェスタン鉄道を買収。サウスカロライナ州のマートルビーチへのアクセスを可能と、した。1913年10月15日、ACL は、フロリダ州の短距離路線。 サンフォードエバーグレーズ鉄道を買収した。1915年2月27日、フロリダ州のファンルーへの路線であるフロリダセントラル鉄道を買収。1922年、ロッキングハム鉄道を買収。同鉄道はチャールストンサムターノーザン鉄道を継承したもので、ノースカロライナ州ギブソンから同州ロッキングハムまで路線を拡大してた。同年、 ACL は、バージニアカロライナサザン鉄道をリース。同鉄道は、ノースカロライナ州、ファイエットビルとランバートン及びエリザベスタウンを結んでいた。1925年7月1日、ACL は、ムーアヘブンクルイストン鉄道を買収。また、1928年12月8日、エバーグレーズシティのメキシコ湾の港からディープレイクに、 いたるディープレイク鉄を買収。これらは、幹線のハイネスシティから、エバーグレーズシティへのショートカット路線、そしてムーアヘブン、クルーイストンを経由して、オキーチョビー湖のレイクハーバーに至る支線になった。1925年にはまた、フォートマイヤーズサザン鉄道をリースしている。この鉄道は、フロリダサザン鉄道の路線を、フォートマイヤーズからマルコへと延伸した鉄道である。同年、 タンパ東部のウセタ奏者場からサラソタを経由して、宝刀具殿に至るタンパサザン鉄道もリースした。1926年11月22日、コロンビア・ユーベリーローレンス鉄道を買収。同鉄道は、旧ウィルミントン・コロンビアオーガスタ鉄道の終点、コロンビアから北西のローレンスに至る路線であった。同日、ACL は、 アトランティック・バーミングハムアトランティック鉄道を改組し、アトランタ・バーミングハムコースと鉄道を設立。ウェイクロスからアトランタ、バーミングハムへの路線と、ブランズウィックへの支線を得た。1927年5月1日、ACL は旧ウィルミントンウェルドン鉄道のノースカロライナ州ワシントンから南東のバンデミアへの支線だった。 ワシントンバンデミア鉄道をリースした。1928年、ジョージア州、トーマスビルからフロリダ州ペリーを通り、ダネロンに至るペリーカットオフが完成した。同線には、ニューベリーへの支線も含む。加えて、旧タンパトノトサシサ鉄道がトノトサシサからビティスまで延長され、タンパと新たなフロリダ西岸の路線のショートカットとなった。 ACL はターボロからフォーカートンに至るイーストカロライナ鉄道を買収した。1967年7月1日、ACL はシーボードエアライン鉄道と合併した。ACL と SAL は長年ライバル関係にあったが、合併後、シーボードコースとライン鉄道となった。1969年には持ち株会社シーボードコースとラインインダストリーが設立された。 SCI は1971年にルイビルナッシュビル鉄道を買収し、SCL と合わせてファミリーラインと呼ばれる鉄道網を形成した。持ち株会社は SCI 一つであったが、各鉄道は独立して運営された。1980年、SCI はチェサピークオハイオ鉄道やボルチモアオハイオ鉄道の持ち株会社であったチェシーシステムと合併し、 持ち株会社 CSX コーポレーションとなった。この時点でも各鉄道会社の運営は独立して行われていた。1982年12月29日 SCL と L&N は合併しシーボードシステム鉄道となった。1980年代にはもともとチェシーシステムが保有していた鉄道会社が合併を繰り返したが、その間、 1986年7月1日には SBD が CSX トランスポーテーションと改名。後に元チェシーシステム参加の鉄道がそこに加わり、現在の持ち株会社イコール CSX コーポレーション、鉄道イコール CSX トランスポーテーションという関係に整理された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。